オールバニは、アメリカ合衆国オレゴン州西部で、ベントン軍と、リン軍の両軍に属する市。ウィラメット渓谷の内部に位置する市であり、リン軍の軍庁所在地である。1848年創設、羊毛や、穀物の出荷地となる。オレゴンカリフォルニア鉄道が開通し、木材、比較、食品加工などの工業が起こった。 アメリカ合衆国鉱山局の鉱山資源部、オールバニア金研究センターがある。2000年の国勢調査の時点における市の人口は4万852人であった。2007年現在、オレゴン州で第11位の人口規模を有する市である。2008年現在における推定人口は4万8770人である。モンティステリン庁舎オルバニ市は、 カラプーヤ側とウィラメット側の合流地点に位置する。19世紀までこの地では、ペヌーティゴ族に属する言語の話者であった、カラプーヤ族が生活を営んでいた。カラプーヤ族は、ウィラメット渓谷中部に多く住む、先住民族であった。カラプーヤ族の間では、オールバニの地を竹縄と呼んでいた。竹縄とは彼らの言葉で、カラプーヤ側とウィラメット側が合流する場所にある。 深い場所を示す単語に由来しており、おどけた漢字で訳すならば、大地の穴となる。この名称は、カラプイア川の合流地点周辺を指して、用いられていた可能性がある。というのも、合流地点では土手に近い場所で川の流れが、地面に穴を開けている場所があったからである。名称にはバリエーションがあり、テケナーと表記されることもある。現在のオールバニシ域内に、最初に、 ヨーロッパ人が移り住んできたのは1846年のことであった。この地に住むメーカーのウォルタートーマス・モンティース兄弟により1848年にオールバニの町が成立。モンティース兄弟は不法居住者のハイラム・スミードから400ベドルで土地券と馬一頭を購入し新しい町の建設用地に当てた。 オールバニの名称は、モンティース兄弟の出身地である、ニューヨーク州オールバニから取られた。モンティース家は1849年、オールバニで初となる、木造家屋を建てた。このモンティース邸は完成当時、オレゴン州で最も優れた邸宅と言われた。モンティース家は、同年、邸宅の応接館を、雑貨屋として開放した。最初の学校は1851年に建てられ、 1852年には、最初の蒸気船が到着、製粉工場も建てられた。1849年、竹縄の町が、オールバニ近郊に設立された。1852年には、オレゴン巡州議会が竹縄の名称を領庁に適用した。オールバニの名称が、巡州議会により復活を遂げたのは、1855年の、ことであった。 オールバニ郵便局が1850年1月8日に設立され、1850年11月4日にはニューオールバニに改称された。1853年には再びオールバニの名称に戻った。オールバニは1852年に郡庁所在地の座をスイートホーム近郊の集落カラプイアから奪ったが、 オールバニは1864年になって、初めて市として法人化された。マウンテンステーツパワーカンパニーは1918年に、創業以来、ずっとオールバニーに本社を置いていた。同社は1954年、パシフィックパワーライト社に吸収され、その歴史に幕を閉じた。1970年代に入ると、オールバニーは、 地域拡大計画を立ち上げ、ワーチャンコーポレーションのジルコニウム処理工場の囲い込みを図った。ワーチャン社は1974年、それに対抗して投票の後押しを行い、同社の望みの土地をミラーズバーグ市として法人化した。オールバニーはオレゴン州で最も人口の多い地域、ウィラメット渓谷の中部に位置する。オールバニーの地域の大部分は、 林郡に属するが、ウィラメット川を挟んで、西側のわずかの地域は、ベントン郡に属する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、市の総面積は42平方キロメートルで、そのうち41平方キロメートルが陸地、0.52平方キロメートルが水地である。水地率は1.18%である。オールバニーの都市成長協会は56。 平方キロメートルの面積に及ぶ。オールバニの平均日、最低気温、最高気温は、1月で30、下市45度、8月で52、下市84度である。2000年の国勢調査では、市の人口は4万852人で、1万6108世帯、1万808、家族が暮らしていた。人口密度は2571.8、ミニだった。 1093.8、10スクエアミの平均密度に17,374件の住宅が建っている。人種構成は、白人91.68%、アジア系1.14%、アフリカン・アメリカン0.53%、先住民系1.22%、太平洋諸島系0.21%、その他の人種2.65%、及び、 今月である。人口の6.09%はヒスパニック、またはラテン系だった。170世帯のうち33.3%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、51.1%は夫婦で生活している。11.7%は未婚の女性、または家父が世帯主であり、32.9%は 結婚していない。26.1%は1人以上の独身の居住者が住んでおり、10.4%は65歳以上で独身である。一世帯の平均人数は2.49人であり、結婚している家庭の場合は2.99人である。市の住民は26.4%が18歳未満の未成年。 18歳以上24歳以下が9.6%、25歳以上44歳以下が29.3%、45歳以上64歳以下が21.9%、および65歳以上が12.7%にわたっている。中央値年齢は35歳である。女性100人ごとに対して男性は94.5人である。 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は91.7人で、ある。この年の世帯ごとの平均的な収入は39,409ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は46,094ベイドルである。男性は36,457ベイドルに、対して女性は24,480ベイドルの平均的な収入がある。 この地域の一人当たりの収入は18,570ベイドルである。人口の11.6%及び、家族の9.3%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の14.1%、及び65歳以上の7.5%は、貧困線以下の生活を送っている。オールバニシ議会は、市長、議会型の議会形態を採用している。 市議会は、選挙により選ばれた6人の議員から構成される。選挙区は3つあり、各選挙区から2人ずつ議員が選ばれる。議員の任期は4年である。市長は、自然体から投票により選挙される。市長の任期は2年である。オールバニ研究センターオールバニは、気象金属の世界首都と呼ばれ、ジルコニウム、ハフニウム、チタンを産出する。 オールバニー及び周辺地域は芝生の種の重要な輸出地域である。その他生産される穀物にトウモロコシ、豆、ハッカイチゴ、ヘーゼルナッツなどがある。オールバニーでは製材業が衰退し、また製造業で害虫が盛んになったこともあり、林軍の失業率は比較的高くなっている。オレゴン州雇用局は、 市別の失業率統計を行っていないため、オールバニにおける失業率は不明である。市内には国立エネルギー技術研究所の会期間であるオールバニ研究センターがある。85人のスタッフが勤務する研究所で金属産業や合金産業と関係がある。オールバニ地域博物館オールバニでは毎年開催のイベントがいくつかある。ノースウェスト。 アートエアフェスティバルはティンバーリンパークで開かれる高齢祭。リバーリズムズはモンティースリバーパークで7月初旬から8月中旬まで開かれるコンサートシリーズ。ベテランズ・デイ・パレードはオールバニーが主催するアメリカ合衆国西部でも有数の規模を持つパレードである。オールバニ・ティンバー・カーニバルは休止中だったが2008年に 再開した祭典で、マルタキリ競争やカーニバルが行われる。その他、ウィラメットリバーフェスティバルなどがある。市内には、博物館などの名所がいくつかある。トーマスウォルター・モンティース邸はもともとカラプイア川の傍らに建てられた邸宅であるが、2階の移設を経て、オールバニ中心街に着き、現在は、オールバニ自然体でも、有数の古い建築物となっている。 現在は国家歴史登録財に指定され、博物館として利用されている。オールバニ地域博物館は、オールバニの歴史について展示などを行う博物館であり、もともと1887年に S.E. アングにより建てられた歴史的建築物を用いている。オールバニ旧市街も名所として知られ、古風な店やレストラン、オールバニシビックシアターのほか 現在でも用いられているものとしては最も古い部類にあるカーネギー図書館などがある。2006年12月の時点で開店木場の建設が進められており、2012年までの完成を目指している。オールバニ中心街は国家歴史地区に指定されている。また市民劇場としては、 オレゴン州内でも有数の歴史を持つオールバニシビックシアターは1951年5月2日の開館以来営業をずっと続けている。オールバニにはゴルフクラブオブオレゴンとスプリングヒルカントリークラブというゴルフコースがあり、共にノースオールバニにある。ボーリング場も2つあり、それぞれ AMF オールバニレーンズ、レイクショアレーンズと呼ばれる。市内には オールバニー市公園局が管理する33の都市公園がある。メモリアル中学校高等教育機関として、リンベントンコミュニティカレッジが本部を置く。また、市内を包括する公立学区は、グレーターオールバニー公立学区であり、ウェストオールバニー高等学校と、サウスオールバニー高等学校がある。百六十七年に創立したオールバニカレジエイトインスティチュートは、 オールバニの高等教育機関として70年間機能していたが、後にポートランドに移り、現在はルイスクラーク大学として存続している。市内の主要新聞はオールバニデモクラットヘラルド市である。アムトラックの駅オールバニ市役所幹線道路、週間高速道路5号線がすぐ隣を通っている。また、市の南北をオレゴン州道99号当線。 東西を国道20号線が貫いている。鉄道全米規模の旅客鉄道網であるアムトラックがオールバニに通っており、南西テンスアベニューにある駅に2路線が止まる。一つはロサンゼルスとシアトルを結ぶ夜行列車、コースとスターライトであり、オールバニには毎日上下線とも停車する。もう一つはアムトラックカスケーズと呼ばれる中距離列車で、北は、 シアトル経由でバンクーバーまで、南は、隣のオレゴン州、ユージーンまでを結んでおり、毎日数回ずつ上下線とも停車する。バスオールバニの公共交通は、オールバニトランジットシステムが提供している。コーバリスまで行くバスは、リンベントンループと、バレリトリバースルーウェイという二つの軍艦、バス交通が提供している。ATS、リンベントンループ、 バレー・リットリーバーの3路線はすべてオールバニのアムトラック駅に続いている。航空オールバニ市営空港がオールバニ市東端にある。1920年に開港した空港で、おそらくオレゴン州で現在稼働する空港としては、最古の空港であると考えられている。民間の航空交通ついては、南は、ユージーン空港、北は、 ポートランド国際空港への航空便がある。橋梁エルズワースストリート橋、ライオンストリート橋があり、共にウィラメット川を渡している。サマリタンヘルスサービスズが運営する、サマリタン、オールバニ総合病院がある。ありがとうございます。